はい、中年オタッキーです。どうにかこうにかね、動画をアップする時間ができました。もう目しょぼしょぼですけど、花粉症と睡眠不足と手伝って、まあ、目しょぼしょぼですが、頑張ってあげていきたいと思います。今日は、予告した通り、こいつの動画いきますね。まあ、レンズはね、これオールドレンズの、キヤノンの FD24mmF2.8SSC っていう、オールドレンズがついております。ソニーのね、アルファネックス6を紹介していきます。これね、いろんな動画で何度も200円で買ったって紹介してますけど、アルファネックス6なんですけどね。以前ね、そのアルファネックス C3 っていうのも持ってたんですけど、まあそこそこね、綺麗な絵撮れるんですけど、僕の手にはちょっと全然馴染まない、ちっちゃすぎるんですね。で、レンズをつけた時のバランスとかも悪いし、まあ画質はそれなりだったんですけど、ちょっと使いにくい、使いにくいなと思って、もう手放しちゃったんですけどね。で、こいつはね、あのカメラの北村のナルト店さんのジャンクコーナーにね、掘り込んであったんですよ。で、まだその時はアルファネックス C3 持ってたんですけど、で、動くのかなと思って、バッテリーがアルファネックス C3 と同じなんで、バッテリーを移植して、動かしてみたら電源が入って映るんですね。で、まあ、シャッターを切ったらエラーが出る。まあ、このぐらいだったら、センサーの清掃の練習にいいかなと思って、イメージセンサーのね、掃除、クリーニングキットみたいなのがあるみたいなんで、まあ、それでそのセンサーの掃除の練習用に買ったんですけど、使っていくとね、その調べたら、なんか叩いたらね、エラーが出なくなるっていう情報を見つけて、で、叩いたらエラーが出なくなって、で、まあ、ちょっと撮ってたらまたエラーが出てっていうのを繰り返すようになったんですね。で、なんとかならないの、設定でなんとかならないかなと思って、電子先膜シンクロっていうのをね、オフにしたらね、もう一切エラーが出なくなりました。ここで情報ですね。アルファネックス6。まあ、ソニーさんのカメラ、ほとんど、かも、もしかしたら他にも、使える技かもしれないんですけど、シャッターを切ってエラーが出るときは、電子先膜シンクロだったかな？をオフにしたらね、エラーが出なくなる可能性があります。で、このカメラなんですけどね、もう、ものすごいたくさんの利点と結構たくさんの欠点を合わせ持ってます。気にならない人はね、欠点は気にならないかもしれません。だから気にならない人はね、このカメラすごくいいカメラなのかもしれませんね。で、まずはその、暗いところで撮った写真からいきましょうか。これカラーとハイコントラストモノクロっていう2モードで撮ったんですけど、さすがはソニーさんですね。暗いところに強いです。もうこれ2012年ぐらいに発売された9年ぐらい、ちゃば、7年ぐらい前の、カメラなんですけど、暗いところで撮ってもね、ノイズが出にくいですし、ノイズが出るような状況に追い込まれた時にね、ノイズリダクションが動いてね、ノイズをできるだけ少なくするような、モードが出ております。まあ、そんな感じなんで、ちょっと夜景、まあ、夜景っていうかね、暗いところで撮った写真たちを紹介します。どうでしたかね。前回の動画でこう結構ハマってるっていう表現をしたんですけど、まあその
ハイコントラストモノクロっていうのにビビーンと来てるんですね。あの、モノクロ写真ね、フィルムでもそうなんですけど、コントラストが高いモノクロ写真が個人的に好きなんですよ。あの、一般的にはね、柔らかい調子を好む方が多いんですけど、私はもうびっしりね、白と黒がね、あの、出てるような、あの、コントラストが高いモノクロ写真が好きでね、それで結構このカメラにはまってるんですけど、夜景も悪くないっていうか、いいですね。とてもね、7年前のカメラとは思えないぐらいね、夜景綺麗な、あの、夜景が撮れます。で、まあ、次に紹介していくのがね、あの、いかにもね、そのデジタル時代のカメラだなっていうね、まあ、最近のそのキャノンとかニコンのカメラにももうついてますけど、これどこのメーカーが始めたのか、ソニーが最初に始めたのかわかんないんですけど、様々なね、その、なんていうんですか、シチュエーションで撮影できるっていうんですか、あのモード、撮影モードがものすごく多彩です。で、ここに紹介するのはね、ちょっと5つほどなんですけどね、まあ、手持ちだからちょっとずつあのアングル変わりますけど、あの撮影モードを変えてね、5種類ほどの撮影モードで、撮影した写真をちょっとご覧いただけますかね。はい、どうだったでしょうか、5つの撮影モード。まあ、あのね、最近そのインスタグラムとかを見てると結構ね、なんかこの写真絵みたいだなとか、まあ、ん、この写真ちょっと面白いなって写真上がってるんですけども、その手の写真はもしかしたらね、こういう撮影モードで撮影したのかもしれないですね。そのミニチュアオートなんかね、すごく面白い。風景がね、なんかね、あのジオラマみたいに映ってますし、絵画調 HDR もね、その、なんて、水彩画っぽく見えるんですか？で、さっきも言いましたように、ハイコントラストモノクロですね。ハイコントラストモノクロにものすごく私、ハマってるんですけどね。で、ノーマルの写真は、一応撮影モード、じゃなくて、クリエイティブスタイルか、クリエイティブスタイルをビビットで撮ってます。最近ね、このカメラで撮るときはもうビビットで撮ることが多くなりました。ビビットっていうのはすごく鮮やかに撮れるモードなんですけど、なんかそれがソニーの良さかなと思うようになってね、撮ってます。で、まあ、いかにもね、そのデジタル時代の写真だなっていうね、そのフィルム時代の写真はもうその何ていうんですか、見たまんまに撮ることを目的としてましたし、でデジタルカメラがね、発展してきた段階ではそのデジタルはそのフィルムよりまず汚かったんで、画像がね、でそれに追いつけ追い越せで最初はやってたわけなんですよ。で最初はモノクロも選べないようなそのカラー写真しか撮れないようなデジタル一眼、が、まあ、主流であったわけなんですけど、でその行き着くとこまで来たら、その何かプラスアルファを写真が求め始めたと。でこのようなね、多彩な撮影モードで、撮影できるようになったんでしょうね。でね、まあ、ここまではね、美点をたくさん上げてきました。確かにね、このカメラね、面白いと思います。僕はソニーが好きじゃないって散々言ってますけど、すごく面白いです。で、綺麗な写真も撮れます。ただ、ここからは欠点をいきます。まあ、グリップとかもね、すごく持ちやすいことは持ちやすいですし、操作性も悪くないと言いたいとこなんですけど、まずイライラします。この、なんですか、これ、ジョグダイヤルって言うんですか。この操作感がね、ソニーしか扱ったことない人はね、違和感ないのかもしれません。でも、キャノンとかね、まあ、最近ニコンも使ってますけど、しっかりしてるんですね、その操作感がね。で、行き過ぎたり、通り過ぎたりしないんですよ。で、こいつはね、なんか、こう、ブル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 ってね、通り過ぎちゃうんですね。で、イライラする。ものすごくイライラします。で、この、ダイヤルのとこにね、
そのこれダイヤルだけじゃなくてボタンも兼用してるんです。これね、これ欲張りすぎだと思うんですね。まあ、あの本体を小さくするためには仕方なかったのかもしれないですけど、これもうちょっとなんとかならなかったかなと。操作性がすごく悪いです。で、あのモードが通り過ぎてイライラするし、あのデフォルトだったらね、例えば露出補正のボタンを押したらね、露出補正した時はこうなりますよね。あのしつこくね EVF の中にも残ってて、なかなか画像が表示されなくて、もう消えろよ早くみたいな感じでイライラ、まあ今設定を変えてそれが出なくしたからもう問題はなくなったんですけど、あのイラッときます。で、あの他にもまだ欠点がありまして、あのまあ、撮影した時ね、バッて撮影してモニターで見て、ああいい色出てるじゃんと思って、で、あのパソコンとかねタブレットに転送して見たら、あれアンダーだ、しかも結構ひどいアンダーだから、あのモニターで見てね、あの綺麗、まあ、EVF で見ても綺麗なのに、パソコンとかその携帯電話に落としたらアンダー露出なんですよ。で、あのミラーレスデジタルのミラーレス一眼の最大の美点は、あの EVF とかそのモニターに露出が反映されることなんですね。で、適正露出かどうか分かる。でもこのカメラはね、実際これもしかしたら僕のカメラだけかもしれないですけど、あの撮ったら、あの撮って、ああ適正露出だなと思って見て、で転送したらアンダーなんですよ。これ画像を加工することをね、あの前提にしてるのかという、まあそんな感覚にも陥っちゃうんですね。で、あの撮るときはね、結構ね、あれオーバーかもしんないなっていうぐらいで、撮らないと、あの実際にその携帯電話とか、あのタブレットとか、あのそのパソコンに、落としたときに、あれアンダーだっていう風にね、あの思っちゃうっていう展開になります。そんでいちいちねフォトショップとか、まあ、使ってあの加工しなきゃいけない。その僕その とにかくね、僕なんかもう忙しくて加工する時間がないんでね、もう取って出しにしたい、取って出しでねいい絵が出るカメラが欲しいんですよ。で、そのパソコン持ってない人とかもたくさんいらっしゃいますし、その取って出しでね済めば取って出しがいいっていう人は多いと思うんですね。で、これは大きな欠点だと思います。そんな感じです。今日の動画ね、いかがでしたでしょうか。まあいいなと思いました、これね。まあ200円で買ったのはちょっと出来すぎですけど相場的にはね、レンズなしでもね2万円ぐらいしてくるんじゃないかな。レンズ付きだともう3万円台に突入するぐらいの相場で動いてると思います。で、このカメラが出た時にはまだあの α7 シリーズ、α9 シリーズが出てない、まあフルサイズミラーレスが出てない時なのかな。で、比較的上位機種になってくるのかな、その当時はね。ちょっとはっきりわかんないですけど、実勢価格は5万5、6千円ぐらいのカメラだったように、記録的にはね見えてますんで、まあ価格の下落率も低いですし、ただあのジャンクコーナーに転がってた時っていうのは、あのエラーが出るっていうあたりを見るとね、やはりね、ちょっと脆弱性が見えるのかなとも思います。まあ難しいとこですね。撮っててはすごく楽しいです。進めることもできると思うんですけど、まあ、ジャンクコーナーに入ってて実際にエラーが出てたっていう脆弱性もまあちらほら見える。あとその操作性が、まあ、キャノン、特にねキャノンニコンを使ってた人は結構イラつくと思います。ひたすらねオートでねほったらかしで撮ってればどうってことはないんでしょうけど、あのテクニックがある人であればある人であるほどね、やっぱりいろんな操作をします。で、その時にねやっぱイライラすると思います。まあ今日の動画はそんな感じです。最後にね、桜の時期だったんでね、あの桜の写真も撮ってますんで、桜の写真を見ながらお別れしようと思います。今日の動画ね、まあ大して面白くなかったかもしんないですけど、まあもしよろしかったらね、いいねボタン、あと写真の技術的なね、こともやっていきますんで、また見たいなと思う方はね、チャンネル登録まだの方はよろしくお願いします。で、次回の動画なんですけど、来週はねちょっと連休になってね、俺実は休みの日が一番忙しいんですよ。子供の相手とかしなきゃいけないんで、で動画をねアップできるかどうか分かりません。できたいと思います多分。で、来週はね
ネタ的にはね、ちょっとあのフィルムカメラいろいろやって、最近ね よく撮ってるのこのコニカ C35 って、ね、これ500円で買ってきた、ちゃんと動くんですよ。で、光線漏れがないかどうかとかチェックするために撮ってるんですけど、35枚のフィルムしか持ってないんで、あの撮るのに結構時間かかってね、あのネタを作るのにちょっと今苦労し始めてます。次回のね動画はそんなわけで、キャノン F1、ニューエフワンですか。ニューエフワン僕持ってるんですけど、スポット速攻にして使ってるんですけど、そのスポット速攻を使いこなせという、タイトルでいこうと思ってます。スポット速攻を、で、マニュアル撮影、スポット速攻で AE っていうのはちょっと向いてないんでね、マニュアル撮影で、スポット速攻を使いこなせっていう動画にしていきます。それではね、最後、こいつの、桜の桜でも大した写真はないですけど、見ながらお別れしたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくです。それではまた。